はい、前回のビデオでは、重要な、ヘッダーからですね、ナビゲーション以外と、それから、フッターまでを、全部コピーして、自分のですね、ビューのところに貼り付けてもらいました。で、他のですね、ナビゲーションとか、フッターっていうのは、どのページでも共通して使うので、それ共通して使いますよという項目があるんですよ。それが、レイアウトのアプリケーション、の場所です。ビューを見ていただいて、レイアウトのところですね。レイアウトの中の、やるビュー、ここです。で、ここが、毎回変わるところです。イールド。で、ここに、ナビゲーション。そしてこの下のところにフッターを入れていきます。はい。で、何かというと、ナビゲーションをまず探します。ナビゲーションを探す。今のインデックスのところですね。インデックスのところで、あ、もう今フッターから行きましょうか。フッターから、このところまでですね。まずは、入れます。コピーします。で、アプリケーションのところに入れて、今、フッター取ったんで、フッターコントロール V で貼り付けます。また、インデックスに戻って、ナビゲーション。ナビゲーションは NAV って書いてあるんですね。これがナビゲーションのところです。コントロール、シフトの、そしてで、ナビゲーション、ここですね。ここの部分で貼り付けますと。はい、これコピーします。ナビゲーション。はい、ここですね。ボディとイールドのこの間がちょうどヘッダーの、ナビゲーションが入ってます。はい、じゃあこれを回してみましょう。で、今サーバーが回ってる状態なので、このままいきます。はい。まあ、これちょっと、まだ変わりました。で、今、ブーストラップを使っているので、ブーストラップの特有のやり方があります。それが、ブーストラップサス、を調べてみましょう。ブーストラップサスと。はい。ですね。このページに、次の、手順が全部書かれていますと。このジェムとかインポートが全部やっていきます。そうすると、ブースラップ特有の、機能を使えるというわけです。ありがとうございました。